I live a lifetime every moment when I'm holding you close. Lay your head down on my shoulder, honey. いやもう12月だよ。やべえ、1年超早い。なんかね、年なのかな、なんかね、どんどん1年経つのが早くなってってる気がする。まあまあその分頑張ってきたからなのかなとも思うんだけれども、にしても時間経つの早いね。なんかクリスマス気分をねちょびっと味わうよ。皆さんはクリスマスなんか予定あります？僕は仕事です。これなんかね、去年もあったよね。多分中身は普通のコーラだよね。僕普段なんかあのダイエットコーラばっか飲んでるからさ、なんか久々に普通のコーラ飲むよ。うわぁ、甘っ。 Lay your head down on my shoulder, honey, I will never let go。 僕ね、デックのねレビュー動画を撮っています。このトランプのね比較をしているんですけれども、だいたいねこのマジック用のトランプってね質はねすごくいいんですよ。まあ、だからね質がねなんていうか悪いデックって基本なくて、もう全てにおいていいんですよ。いいんだけれども、まあ、特にねこのオハイオ製って言われるものが、まあ、そのいい質のものよりもさらにいいんだよね。ただこのオハイオがね実際どれぐらいいいのかっていうのがね、まあ、ちょっとね言葉で非常に説明しづらくて、まあ、だからねちょっと今回ねいろいろデックをね比較していきたいと思います。まずはこれ普通のバイシクル、これ全然ねどこでも手に入る KY 製になって、これが一応2015年製なのかな、どうだろう。コードが2816だから2016年製ですね。2016年製のバイシクル、これね結構話題になったこれバイシクルのねエリートエディション、これね、これが確かに2017ペンギンマジックから出ているやつになります。で次がねこれ日本まだ未発売なんだけれども EPCS のねマスターエディション、これね去年にね僕上海行った時にあの見してもらいました。これねすごく質がいい、なんか確かに B ストックだったかなが使われた普通のバイシクルのライダーバッグのものになるらしいです。そしてまあ普通のねオハイオ製、2007年製になります。2007年製の普通のバイシクルのオハイオだね、ブルーシールになってます。で最後がまあねみんな大好きゴールドスタンダード、一応これ2008年製になるのかな。まあどれもね質はいいんだけれど、まあどんな感じに違うのかねちょっと今からね見ていきたいと思いますよ。じゃあまずこれどれから見ていきますかね。まあ普通のね一番最初に基準になるこのね、まあ、どこでも売ってるバイシクルさん見ていきます。じゃじゃーん、バイシクル、まあこれはね全然何普通ですよ。普通のねこうバイシクルの KY って書いてあって、まあ、ライダーバッグ、まあ普通に今どこでもハンズでもどこでもどこでも、まあ、本当にどこでも手に入るようなデックになります。手触り自体はねまあ普通にいいですよ。まあね、バイシクルもねすごい KY になってから品質が落ちたってめちゃくちゃ言われてたんですけれども、でもね2014年ぐらいからすごく改善されてて、もう少なくともねもう最近手に入るデックっていうのはめちゃくちゃ質はいいですので、まあ全然ねなんだろう、こう KY だからってなんか質が悪いみたいなのって僕は基本的にもうねもうないと思います。ただねオハイオのものに比べてねやっぱりね腰は若干ないんですよね。これね原因はね本当にねいろいろなんか迷信とかあってねよくわかんないし、オフィシャルからの情報は一切ないんですけれども、やっぱりねオハイオの頃に比べると質はねちょっと見劣りはしますね。まあ、質というかねあの長持ち具合がねちょっと見劣りする感じではあります。だからオハイオ製が好きな人からするとやっぱり KY は物足りないんじゃないかなとは思いますね。では次はじゃあ次はオハイオを見ていくかどうする、オハイオから見ていきますか。じゃ あ手触りはねやっぱりオハイオの方がねすごいなんだろうな、手に馴染むっていうかしっとりきますね。なんかこれね違いはね分かる人はね全然分かると思う。もう腰とかもそうだし、この滑りの滑らかさとかはね全然僕はこれねいいと思います。 KY よりかはね僕は好きではありますね。ただね2000年ぐらいからねやっぱそのバイシクルがねすごい滑りすぎるっていうので、このねオハイオ製でもねやっぱりその不満は多かった人は
多いようですよ。すごいね、品質はいいと思うんだけれどもね、まあ、やっぱりね、まあ、80年代のね、あの黄金期に比べるとね、やっぱりちょっと微妙なのかもしんないですね。まあでもね、それでもね、全然品質はいいと思います。僕はね、これは非常にいいと思いますよ。 KY、 うーん、まあ、KY もね、全然いいんだけれどもね、ちょびっとなんか感じが違うんだよね。こればっかりはね、非常に言葉では説明しづらいんだけれども、ハイヨの一番の特徴としてはこのコードのところですね。このコードのところの前に数字がないです。例えばこれだったら、これ J から始まってるじゃないですか。 KY 製というのはですね、この全部この J のコードの前に数字が載ってます。こんな感じね。で、このコードの前に載っているのが、まあ、製造された週と、その後が製造された年ですね。まあ、KY 製は全部そういう風になっているので、まあ、いつ作られたっていうのが非常に明確に分かるようになっているんですけれども、まあ、オハイオ製の方はまあコードだけになっております。まあ、これ一番分かりやすい特徴ではあります。じゃあ次はね、もうこのすごく品質がいいと言われて話題になったね、去年ぐらい話題になったよね、このペンギンマジックさんが出してるこのエリートエディション、これちょっとね見ていきたいと思います、ね、完全にマジシャン向けに作られているのか。このね、ジョーカーは2枚デュプリケートになってて、こうブランクフェイスとダブルバックがついています。あー、なるほどね。うん、質はね確かにいいね。うん、触った感じはね全然いいんだけれども、僕ねあんまね KY 製とね違いが分かんないかな。確かにちょびっと薄いね、なんか薄い感じはするんだが、 KY のね、うん、やっぱね最近の KY ね質いいと思うよ。なんかなんだかんだでもう KYKY って言われてたけれども、うん、普通のバイシクに比べて、まあ、1枚ちょい薄い感じではありますね。まあ、かといってね、だからといって、うん、どうなんだろうね。僕的にはね、そんな触ってなんか、あ、薄いね、いいねって感じでは、うん、そこまでではないかな。どうだろう。エリートさんとオハイオさんだったら、あ、僕はねオハイオさんの方がねちょっと手に馴染む感じがして好きかな。こっちの方がねちょっとねオハイオ硬い感じがするんですよ。でもそれはなんかカードが硬いってよりもなんか腰があるって感じなので、このね、ちょっとねエリートはね柔らかいかな。これねちょっと腰がないような感じがする。まあ、十分ね腰はあるんだけれども、オハイオと比べるとね腰に関してはちょっと弱いんじゃないかなとは思いますね。なんでなんだろうね本当に。ちなみにオハイオさんと厚みはね、ま、変わんない、いやでもちょっと薄いね。バイシクルオハイオさんに比べると、エリートさんはやっぱり薄さに関しては薄いですね。で KY に比べると若干柔らかいんだが、手触り的には僕は全然 KY って感じではありますね。かなり噂になったけどね、このエリートエディションは。でも僕そこまで、高品質うわーっていうほどのものでもないんじゃないかなとは思います。次はねこれゴールドスタンダード見ていきますよ。これ、ね、皆さん大好きリチャード・ターナーがね作ったデックになっております。一応オハイオのものになっているので質がいいのは当たり前なんだけれども、確かね明確な年は忘れちゃったんだけれど、前に話聞いた時はね80年代の中期頃に USB-C がこのカッティングのマシンを一回なんか捨てちゃったらしいんだよね。で、まあ、それで USB-C の人は後で後悔するんだけれども、それでリチャード・ターナーがその当時のねあの捨てちゃった機械のそのカッティングの技術をその2008年に再現して作ったっていうのが、このいわゆるトラディショナルカットと呼ばれるこのゴールドスタンダードになります。でこれちょっとね触った感じはね、あ、これはねやっぱねこれはねこれ質いいわ。うん、あ、ちょびっとだけねオハイオ製に比べて硬い気はするんだが、でもこれどうだろう、まだ馴染んでないからかな。でもね手触りはね非常にいいと思います。これはね KY とはね、あーね KY いいんだが、やっぱね最近の KY はね本当に質がいいけれども、なんだかんだでねオハイオ強えわ。まあ、好みの問題かもしれないけどね。あとそのトラディショナルカットの特徴ですね、カッティングが綺麗ということなので、このファローの入り具合が、あ、もう抜群に気持ちいいねこれね台湾製かって思うぐらいすげえ入るね。オハイオもねいい感じに入るけど、ちょっとねこのトラディショナルカットはちょっと別次元かな。気持ちよさが違う。このゴールドスタンダードとオハイオの違いなんだけれども、僕はこれちょっと難しいね。
まあ同じねオハイオ製だからね、まあ、ファローの入り具合とかそのエッジのね手触りっていう違いぐらいしかないんだけれども、まあ、実際ねどうなんだろうね。まあこのオハイオ製も手に入んないんで、まあ、こっちはねちょっと値段が高いんですけれども、ゴールドスタンダードはまだ売ってはいるので、まあこれもねもう近々なくなっていくんだろうけれども、まだ在庫はあるんで、まあ値段的にはねこっちの方が今のとこはいいんじゃないかなとは思いますが、品質的にはね、まあ、ファローが入るオハイオバイシクルみたいな感じ。そして最後はねこの EPCS のバイシクルさんですよ。このマスターエディションこんな感じになってます。まあデザインが違うというか色が違うだけかな。シールとねこの色が違う感じになっているぐらいで、まああとちょっとお尻とまあ横の文字が違うかなっていうぐらいではありますが、まあそれ以上の違いはこのケース上ではないんじゃないかなとは思いますね。では開けていきますよ。オカイチョウ、あ、すごいなんかマジック用に作られてる感じがプンプンするねこれ。ハートの2だよ、ハートの2。ジョーカーはこうなんか色地になってて、んーで、お、EPCS と、まあ、多分コンストレーションの広告カードですね。面白いね、これスペードのエースのところにコードがついてないです。コードがないだけでなんか違和感ない？まあ僕はなんかねデックオタクだからさ、なんかこういうの見るとあなんか違うっていう風に思っちゃうね。んで、まあデザインはそんなには変わんないですね。まあ色味もほぼほぼバイシクルと同じ感じかなって感じではあります。あ、すげえなんかちょっと待ってよ全然デザインちげえわ、超でけえ。なんかマジック用、まあ、パーラー用なんだろうね。まあ分からんでもないけれども、なんかアマチュアの人とかは逆にこういうのはどうなの？まあね、まあプロ向きになるのかな。なんかねちょっと触った感じはね、まあ確かに質はいいね。うん、これをね KY 製と言われてね信じない人は多いんじゃないかな。あ、すごいすごい、手触りはね非常にいい感じだよ。質はいいね。なんかやっぱフィニッシュが違うんだろうね。触った時のね雰囲気っていうかね、広げた時のねこのなんかこうビビッと感じるものが結構違う気はします。まあもちろんこういうのはね実際に使っていく上ではまあほぼほぼ関係ないとは思うんだけれども、ほんの些細な違いとしてね僕はちょっと思いますね。これはちなみにファローはまあ多分入るんだろうね。あー、入る入る入るんだが、やっぱりねオハイオがザベストだな、この辺に関しては。うん、なんかちょびっとだけ入りにくいかな、最初だけ入りにくいんだけれども、一回入ればあとはススーッと入りますね。これ何なんだろう。あー、ちょびっとね、なんだろうな、普通のね今の KY バイシクルってこうなんか若干ぬるっと広がるんだよね。まあそんなぬるぬる感はないんだけれども、ちょっとぬるっと広がる感じなんだが、このね EPCS は結構パサパサだね。だいぶパサ感が強い。ただねやっぱね KY のバイシクルには近いものはありますよ。なんかね本当に細かいところが違うぐらいで、でも基本的には KY のバイシクルだねって印象です。本当に些細な違い、エリートエディションとねこれ見分けつかないんじゃないかな、ワンちゃん。僕はなんかそんな感じがする。ででん、とりあえずいろいろ見てきました。やっぱね KY はね非常に質いいですね。僕ねもう KY はねほんと質悪い悪いって言われてた世代だからさ、よくわかるんだけれども、やっぱね KY 質いいですよ。質いいんだけれども、このねもろもろは頑張ってるんだけれども、やっぱりこのねオハイオ製にはねちょっと届かないかな。ちょっとねこう本当にね超えられない壁があります。これはね難しいと思う。改めてねこれオハイオすごいと思いましたし、この KY のすごい安定した感じもね素晴らしいなと思いました。このね越えられない壁がねいつか越えるのかもしれないけれども、まあ今のところはねこんな感じかなとは思いました。まあ、もし皆さんね興味があればいろいろ買ってみてはいかがかなとは思いますよ。Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart.And every time I hold you in my arms, you give me deja vu.